恥ずかしい。久々に浩二さんハートありがとう。カピバラミキヤくんハートありがとう。まあ、これ朝活ですね。これは朝活、リコちゃんと朝活配信ですね。リコちゃんと朝活、朝活チャレンジ。写経も大事だけど、やっぱ朝起きてちゃんとお準備をしていきましょう。皆さん、お話し会超楽しみ。あの可愛いメイドさんを着る予定なのでお楽しみに。ちとせちゃん可愛い、ありがとう。こんな状態可愛いって言ってくれて嬉しい。ちょっと朝だからちょっとなんかもうノロノロしてる。ほんと亀さん、そう、私で亀なんだよね。ん、肌が大丈夫になったんじゃないでしょうか。あ、昨日楽しかったです。昨日楽しかった。お肌がまあマシになったんじゃないかなと思います。すると暑いですよね。確かにまだ唇に色味がないのでお待ちください。まパウダー、土日、土曜日、土曜日断然土曜日。土曜日はもう、あれ、リコちゃん、リコちゃん釣りに来てますか、リコちゃんってなっちゃうかも。みんなちょっと唇に明かりをつけましょう。唇に、来てくれるの、あ、ちょっと、あ、リコちゃん化粧いいね、リコちゃんなっちゃ、なったんじゃない。ちょっとお話か、今お話うけ。でこっちは365日おすすめ。おー、楽しみにしてて。でも私も頑張る。ちょっとボサボサなんですけどご了承ください。チークをね塗りましょう。最近なんか一回もうこれは使わないって言ってさよならしたやつをまた新しく買ったんですよね。その色にハマってます。いいね、リコちゃん血色感が出たねって。今日珍しくおはようツイートも朝の時間にできて、ちょっと朝活できてるんじゃないかなと思います。ポッチャマのカムドメも可愛いけどリコチも可愛い。ありがとう、ありがとう。朝活、うん、あ、会社頑張れ。工藤理子は社会人を応援しています。韓国、韓国で有名になったのって面白いからじゃないの、もしかして。あ、安置されてる。韓国の方は至って優しいよ。最近早起きできてる。定時には起きて定時には寝てます。自分の定時、定時って人それぞれあるじゃないですか。人それぞれ自分の定時あるじゃないですか。あ、韓国で人気に慣れてます。優しいな、あの子。次はお腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。
いよ。ワクチン頑張る。ワクワク。ワクワク。へへ。お腹すいたな。アイシャドウがどっか行った。海外のなんか韓国のまとめサイトみたいな、韓国の掲示板みたいなんで私がいたらしい。朝は何にそう、睡眠リズム大事、頑張っていこう。お弁当6個事件、そうお弁当6個事件が結構なんか韓国の方に好評なのかちょっとよくわかんないけど、でも嬉しいじゃん、好評なら。好評なんですねって。久々に塗る、似合うかな、どうかな。お仕事頑張れ。リコちゃん茶色いよ、リコちゃん、リコちゃん目の周りが茶色いよ、リコちゃん。ちょっと茶色くなっちゃう、これちょっと茶色みよう。加えてショールームだと分かんない。Good morning! Good morning! りょたくん、かわいい、ありがとう。ありがとう。うれちい。ポニョ、口ずさむ。りこちゃん！ちょっと安心してください。ここで。皆さんご安心ください、皆さんご安心ください。はい、まいいんじゃないでしょうか。これでお11連勤目出勤な、大丈夫、頑張ってて偉い、私も頑張る。私目にほくろあるよ。私も頑張る。一緒に頑張ろう。じゃあちょっと一緒に朝頑張るパワーを注入しよう。グレープフルーツ。グレープフルーツ。私あのハイライト入れてないけど、なんかナチュラルにハイライトある。クロさんかわいい、ありがとう。安心安全リコチです。グレープフルーツいただきます。セブンイレブンさんいつもありがとうございます。ファミリーマートさんのあのグレープフルーツにもすごい感謝しています。えすごいね、ぶどうも美味しいよね、ストックある。スノーさん、バラありがとう。私は結構そのままいただくことが多いので、リコちゃんそんな地下で食べないでって思ってごめんなさい。ああ朝だからちょっと冷たいのに慣れてない、口が。うん、この酸味がこう五臓六腑に染み渡るね。
カロリーは55キロカロリーですね。おいしい。気にしてないです、カロリー。おいしい。大学の授業いつもお疲れ様。お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。ラロちゃん、今日お誕生日なの？おめでとう。おめでとう。素晴らしいね。反応かわいちょ、頑張って。うん、誕生日おめでとう。こちらこそ、ハッピーバースデー。うん、元気だよ。次は「すんごく冷たい、おいしい」。ビューラーをしてまつげを上げていきます。これで、あ、いつものリコチじゃんみたいな。うん、今日はちょっと目が腫れてる。頑張る、頑張れ。ギュインギュインまつげちゃん。していきます。え、おしましけん、何の話？リコチの件あったならまだいいけど、おしましけん何の話？上がりました。りょうじいさん、口紅、紅をありがとう。口紅ありがとう。りょうじいさん、紅きれい。なんかきれい、てんてんてんって、ちょっとなんか含みをの残すというか、なんか染み渡ってません？ポシマ試験とは何の話？はい、見惚れてるの。うん、りょうたくんキュンです。ありがとう。ありがとう。うん、そう、確かに。なんかまつげ上げたらまつげ長いってよく言われる。まつげは褒められて一番嬉しい。ありがとう。いけいけ。こっちのお目目の方が調子いいですね。くしゃみが出ちゃうよ。くしゃみが出てしまう。まつげが抜けちゃって、下唇にかに刺されちゃったらもうセクシーじゃん。
かもう蚊の季節なの。人生方向音痴さんペンライトありがとう。ありがとう。3日そうだよね、クアトロ私も超楽しみ。一番もう今までで一番いい公演にする。アイラインも引け、唇の下か、なんかちょっとかゆそう、くぼんでる。高校の授業中です。ダメじゃん高校の授業中ショールーム音量は。こんにちは、勉強頑張ってください。みんなに マスカラはこれが超おすすめ。イヤホンそこは偉い、ちゃんとイヤホン一番楽しんでるやん。私最近、なんかリリミュリリミュも好きだけどロム&を使ってる。また戻った。最初はロム&のグリッターが一番好きだったんだけど、リリミュに浮気して、でまた夏なんでちょっとキラキラさせてこうって。おすすめのアイシャドウパレッツ、持ってきてあげる。喉がいかれたい。これ好きよ、ロム&のここの色一番かわいい。涙袋に入れてみ、飛ぶぞ。次の後ろの背中人とみんな目が合っちゃうとか。飛びます、買います。ちょろい、ありがとう。なんかね、色味は2色ある。あれ、まあ色味は01番、パンパスガーデン、パンパス、マミーポコパンツ、パンパス、パンパス、パンパースガーデン、パンパース花畑、パンパースのお庭、それですね。ちょっとなんか適当に言って話してるように聞こえ、嬉しいです。飛びましょう。
もう一通り、あ、マスカラは今日、この後はちょ、この後はちょっと予定があって、その次に踊りがあるって、あのにじまないやつ、にじまなくて普段使いできるやつ、これはめっちゃグイングインになるけどにじんじゃうんですよね。トゥーフェイスドのマスカラ、ちょっとま上まぶたについちゃったけど気にしません。よいしょ。朝ってすがすがしいね。起きた瞬間カーテン開けて、起きた瞬間カーテン開けて薄暗い中、あの私9時半に起きるつもりが8時半に起きちゃって、薄暗い中たそがれてたよ。よし、これでよき。涙袋どうでしょう。授業よりリコチのショールームの方が1000倍楽しい。そんな、何してるの今授業は。うんちゃんハートありがとう。パンパスの意味わかんない、どういう意味なの。あ、ここにブラシがあった。雨か、あー頑張ってて偉いわ。千歳ちゃんめっちゃ可愛い。ありがとう千歳ちゃん。どう、めっちゃ可愛い、ありがとう。どう、メイク配信見れて歓喜。なんか質問あったら全然してね。クッションファンデーション、エステパートナーハリファンデーション、これすごく好き。涙袋のラメは私今 YouTuber だから02番ですね。ブム&の02番、これ涙袋キラキラ。マスカラはブム&のね、これは LO02 番、ロングアッシュ、アッシュ2番ですね。すごくかわいいからおすすめしちゃう。ちょっと前髪しようかな。今日は暑そうなので、も髪の毛は後ろにもうし、どうでもいい、どうでもいい、ちょっと前、あの後ろ髪は結構どうでもいいので、とりあえずあの帽子もかぶるし、ちょっとストレートにしてって感じですね。化粧品って先輩からあ譲り受けたり、逆に後輩にあげたり、あーまだないですね。譲りもらったりとかかな。あーまだないけど、メンバーならちょくちょくある。あの使ってたやつ色がなんか合わなかった、1回しか使ったことないからあげるとか。半々ある、ベンベンある。唇はお仕事頑張れ。アピュー、これはジューシーパンスパークリングティント BE01、ちょっとなんかオレンジ味のある色。ピンク、タングルティーザーのちょっと見せられないけど
タングルティーザーのあの仲間のリネタンがくれたの、お誕生日に。危なかった。うん、食品加工系いいじゃん。ソーセージとかかな、加工食品。あ、絶対違うよね、絶対ソーセージなわけない。はじめまして、こんにちは。こんにちは、テッカーさん、花束ありがとう。髪の毛ちょっとボサボサで最近憂鬱けど、頑張ってヘアアイロンをして。ボサボサ解消中。南アメリカにある地底、低地、アルゼンチン、ウルグアイ、南ブラジル。あ、パンパスって言うんだ。パンパースは赤ちゃんが使うパンパース。赤ちゃんが使うパンパース、これはまた別か。本当に可愛いよね、おむつの名前って。マミーポコパンツとかさ、ちょっとまとまりましたね。ほら、全然違う気がする。全然見せられなかった。どの響きが好き？ムーニーマンとかいっぱいあるけど、私は早くせるおむつムーニーマンエアフィットが好きかな。でもな、パンパースも好きだし、マミマミーポコパンツも大好きなんだよな。ちょっとね、アイロン本当に適当さがバレちゃってるかもしれない。こんなもんだよね。パンパス、パンパース。ああ、ポッチャマのピン可愛いよね。かれこれ1年間は使ってるな。お気に入り、はい、毛先がまとまれば。あ、今ほらちょっとゲゲゲゲゲゲ、これでもいいな、今日のスタイル。これでもいい、いいんじゃない、ゲゲゲスタイルでゲゲゲスタイルゲゲゲスタイルで。じゃあ、うん、こんばんは、間違えちゃった、こんにちは。よいしょ、パンパース、あ、パンパー、甘やかす、めっちゃ可愛い、学べたわ今。パンパ、パンパ、パンパして、パンパミー甘やかしてって、こうこういう意味か。すごい、え、気になってお話し会再販申し込んだよ、嬉しい、え、めっちゃ嬉しい、ありがとう、楽しもう。6月とか、6月26日は浴衣着るよ。いつ、あつつ、あつ、あつ、髪の毛ももっと痛いんだろうな。
12秒。ムーニーマンか、ムーニーか。夏の汗 かいた日、ちょっと前髪今くるんってするのと変な癖がつくからやめとこう。これちょっと、あ、長い、ちょっと邪魔だなぐらいが意外と夏の汗かく日にはちょうどいいんですよ。この毛をちょっと出して出さないって決めてるけど、出したい日は出すよ。で、髪の毛を、ね、縛ります。今日暑いのでもう縛っちゃってバケハかぶっちゃいます。私のイヤリング可愛いから見て。雲だよ、笑顔の雲だよ。これも普段使いしようと思って、可愛すぎるから、可愛すぎて、まあずっとつけちゃう。レッスンでも絶対落ちないし、つけてて痛くないのよ。なんかポニーテール歴何年だと思ってんのよ、みんな。かれこれ小学校からずっとポニーテールだぜ。どこの校則でもそうよね。髪長い子はポニーテール。バケハをかぶるので。で、まあ、適当にちょっと首ハムをつけて、よし。そしたらここの毛、ここの毛をこうやってちょっと、私内外にはまってて、あ、なんか長い毛がいますね。摩擦です。はい、ちょっともう一回結び直してあげましょう。こっちはいない、これ長い、まあ、いいかって。マイカーレッスン、うん、予定があって、ダンス、でもダンス、なんかこれはでっかすぎ、大きすぎる。もうちょっと小さめな、くるん、あー下手くそだな。まあでも適当ですね、ここは。誰も見ていないので。あ、なんか違うな、あれ、なんか違うな。これでいいや。なんか違うな。でもまあ触覚はもういずれなんかべちょべちょになって、べちょべちょになる。あ、ちょっと全然違うな、全然違うな。うん、なんか分からんけど、まあそれなりに毛先がまとまっておけば大丈夫だよ。あ、こういう感じかしら。うんうんうん、オッケー。うん、下手くそだ。
くそだな。まあ、こんなもんで。毛をこうやって整えてあげて、こうやって、あ、もう別人、青毛を整えたらもう別人です。あ、頑張ってね、お仕事、本当に。お互い、え、私最近もうまた気づい、私最近気づいちゃって、私高校生の時、高校生の時は自分のことっていうか、マジで高校生までずっと自分のことブスだって生きてきて、でそれで STU に入ってから、なんかみんなが可愛いって言ってくれるから、あ、私ってもしかしてって、なんかちょっと、なんか、あ、もしかして私って可愛いのかもしれないとか思うようになっちゃったんですけど、なんかよくよく考えたら、え、全然、なんかもう申し訳、なんかもう全然、なんか生きてるもん、生きてるやつみたいな感じになっちゃって、ちょっとなんか申し訳なくなっちゃって、ごめんなさい。みんながなんかリコちゃん可愛いとか言ってくれる優しい人たちばっかりだから、あれ、もしかして私って思ってたけど、なんかもう自粛しようって気持ちになってきて、自信なくなっちゃったリコちゃんです。自信ないよないよリコちゃん。でもなんかありがとう、テイカーさん、かわいい、ありがとう。なんかみんながそう、かわいいとか綺麗だよとかなんか言ってくれるけど、なんかえー、って思って、ありがとうございます。でもな、ちょっとなんか調子に乗ったら良くないなと思って、やっぱり自分のことはブスで、一番なんか性格が悪くて、一番の嫌われ者って生きていかないと、私調子に乗っちゃうので、ちょっと調子に乗らないように、ちょっと私の人生ハードモードだけど、自分からもうハードモードに設定して、イエス、そう、めっちゃ、ねえ、たっきゅんめちゃかわいい、ありがとう、優しいよね。なんか推しフィルターでしょ。もうなんかみんな私のことをなんか可愛いって言ってくれるの本当に嬉しいし、すごい優しいから大好きってなるけど、それはちゃんと受け止めて、でも受け止めてって言い方はなんか、では自分ブサイクっていう感じでも生きている。ありがとう、たっきゅん、めっちゃ可愛い、優しいんだけど、本当に、いただきます。あん、溶けかけて、おいしい。優しい、めっちゃ優しいよ、みんな、本当に。調子に乗っとるのがリコちゃんのとこ、え、マジで優しいね、本当に。そうやってさ、全肯定してくれるみんなが本当に優しくて、なんか優しすぎるわってなってる。なんかみんながそうやって、なんか私のことを、
甘やかしてくれて本当ありがとう。だけどなんか調子に乗ってたら本当にバチが当たるので本当に気をつけようって。ここの毛迷走してる。あ、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。だからなんかグラビアしたいって思ってたけど、いや私ってまず待って、私ってまずブサイクだし、そんないい体もしてないし、いい体もいや、そんななんかいい需要あるかって考え、こっちの方がいいじゃん需要あるかって考えた時に、いやないな、もし私が雑誌とか見てる時に私のなんか肌、なんか私が出てきたら絶対なんか現実って感じになっちゃうから、ダメだって思う。ネガティブですね朝から。よくない。でもアンミカさんが朝考えようみたいな、夜はあかん朝考えようって、あの私にすごい正してくださるので、それはあのあれ しつつ願ってます。ネガティブって、あ、もうダメだ、触覚。あ、かわいいじゃんかわいいじゃん、触覚。わかんない、ちょっと迷走してる今。でもいつもあんまり作んない。何でいいか、いつも全然違うようにやってたけど、こんなもんでいいか。オッケー、もうじゃあこれでグレープフルーツを食べよ。朝方人間、もう夜は考えないよ。夜はこうやってピエンピエンにならない。でも私自分のために今鍛えてるから頑張るね、負けないように。うん、うちのサンバラありがとう。うんネガティブになっちゃう。満点？ありがとうございます。今日って半袖でもいけるかな？半袖でもさ、もうさ歩いててもさ違和感ないかな。ああの人半袖だ早いみたいなならないかな。みゃんこ先生バラありがとう。みんなもう半袖？あ、余裕？ほんと？僕も今半袖ってだいぶ暖かいよね。うん、半袖だよって。うん、じゃあ半袖で行こう。カラオケ配信また今度ね。うんうん、今日またキス公演しましょう半袖で行ける？室内え、わかる？ T シャツ1枚ということはということは日焼け対策の服は着ていく。この半袖半ズボンでいった強い。羽織るものは持つ。ジャージしかない。ジャージでいいよね。口移しやばいよね本当に。昨日入った後に冷静に聞いてみようと思って聞いたら、え待って
歳なの出てる人たちって何歳ってなって、すごいってなった。キス公演面白いじゃん。まあ、これで言っても大丈夫ですよね。なんかマネージャーさん、マネージャーっぽい、なんかあの学校の部活のマネージャーっぽい。カッコつけて羽織るものないな、これぐらいしかない。ちょっと日焼け対策できてカッコつけて羽織るもの見てみよう。私もカッコつけて羽織るものっていいね、めっちゃ。あ、なんかあったらいいな、私も見てみよう。よし、じゃあそろそろみんなお時間なの。私夜配信はちゃんとするからね。みんな見てくれてありがとう。亀の甲羅とカキバレたありがとう。やっぱ可愛い、このイヤリングが、イヤリングが可愛い、雲のイヤリング。これからずっとこれつけてるんで、あ、リコちゃんピアスみたいな、あの雲。うん、お仕事頑張ろう、お互いお仕事頑張りましょう。応援してるじゃあね、みんな可愛いよね、嬉しい。しかもこういう小ぶりで、あの痛くないやつ、しかもなんかこうやってパチンって止めるところが、なんかくるくるくるとかじゃなくてパチンってするから、だからダンスとかしててもうーんとかなんか飛んでいかないと思うから、もうこれずっとつける。私あのね、あ、雲って、あの、あ、あのスパイダーじゃなくて、あのクラウドの方、クラウドですね。これバイバイ。じゃあ今日頑張るから、みんな応援してて、でちゃんとおはようメールも送るし、何々してるよメールも送るし、あとはみんな今はお話し会再販受付中なので、ぜひあのリコちゃんに会いたいよって方は、特におすすめなのは6月26日の浴衣の日ですので、ぜひともリコちゃんにとお話ししたいよって方はぜひともお待ちしています。ありがとう、聞いてくれて。じゃあ壇上の方をお呼びいたします。39位、 TT さん、正則さん、ゆうきさん、ラロちゃん、双子パパさん、あきおさん、こうじさん、ともかさん、いけのんさん、なべさん、ぼやっきーさん、人生方向音痴さん、もびさん、いっしーさん、ふーちゃんまん推しさん、ちゅうちゅうさん、ましゃさん、いわおさん、ぶんちゃん、そして本日の秋元先生枠は黒先生です。ありがとうございました。ルタくん、つのさん、あ、明日お話ししましょう、ありがとうございます。通勤中の方も頑張ってありがとうございます。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はちとせちゃんでした。ちとせちゃんありがとう、会いたいよ、会いたいよちとせちゃん、また会おうね。うーん、ありがとう。朝から3位、愛がね、あります。2位は卓球、卓球もお仕事頑張って、昨日に引き続き壇上な気がする、嬉しい、ありがとう。卓球頑張って、卓球もお仕事ね。そして第1位はりょうじいさんでした。りょうじいさん、一応僕の太陽公演を投げてる、ありがとうりょうじいさん、ありがとうございます。お仕事頑張って、優しいよねりょうじいさん、ありがとう。ということで皆さんありがとうございました。マイカーのマイカー公演が5月30日にあって、それもチケット受付してるし、当日券もあるみたいなので、ぜひとも5月30日お仕事終わりとかで暇だなっていう方はぜひ来てください。待ってます、ありがとう。あ、でも今日も多分この夜配信する気がするから、ちょっと待っててください。うん、でも配信しないってなったらごめんなさい。ちょっとボロラってやるれってなって、うるるるるってなってるから、もうごめんなさい。じゃあねー。
ってるね。バイバーイみんな。ごめんなさい、急になんかトゥルルルとか始めちゃって。じゃあね、行ってきます。みんなも行ってらっしゃい、頑張ってね。メイク見れて幸せでした。今日も頑張ってね。ありがとう。ちょっとうさぎちゃんみたいです。やっはー。